Thank you.
緊張するな。
急に始まる、うん、あ、そうか。いろんなアングル見れるのが嬉しい、うん、それはもう、私たちじゃない、うん、そうなんです、ありがとうございます、ありがとうございます、たくさ ん, なんかパチパチが多くて嬉しい、嬉しい、ね、本番感がちょっとある、ある嬉しい、睨まれて見てるみたいなのじゃないからね何かなそれは何かな マチルダ聴いていただきました。そう、コロナで演奏会ができない時とかに私たちが自分のお家でそれぞれ演奏をする動画を組み合わせて一つの動画を作った、演奏の動画、リモートアンサンブルって言うんですけど、そういうのを作ったので、それで初めて取り組んだ曲がこの曲でね、みんなで直接弾けて ね嬉しいね、嬉しい、ニコニコしちゃう、楽しくてみんな大好きな曲でした、ね、うん、次は続いては2曲続けてお送りします、はい、はい、あ、そうです、本当にすいません、あ、一つだけちょっと注意点がございまして、本日ライブ配信私たち初めての試みでして、YouTube もし止まってしまった場合、配信が止まってしまった場合は一度
全部配信を一回止めますの でそしてまた新しく配信を作ってそこから始めさせていただくのでそのままカシアのアカウントをでお待ちいただけたら幸いでございます。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、2曲目は情熱大陸と2曲目それの1曲目として2曲目に恋を星野源さんの恋を J-POP で踊ってください。私たちはちょっとね踊りがThank you.
ありがとうございました。皆様踊っていただけたでしょうか。どうでしょうか。さてさて、次はお待ちかね、お待ちかね。リクエスト企画を実施したんですよ。ですよ。なーに。何それ。そう、各種 SNS で、ね、いっぱい全部で500票弱。やっ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。で、3つの分野からね。そうね。そう、3曲選んでもらったんですけど、全部で。うん、まず初めに1曲目はクラシックの名曲から選ばれたのは、愛の喜びでした。イエーイ、パチパチパチ。ということで次は愛の喜びをお送りしたいと思います。なんかちょっとコメントが結構来てますよ。そうなんですよ。リサ先生とか、ホンディ頑張れとか。リサ先生とか、餃子作りながら見てます。おお、餃子いいな、食べたいな。かっこいいです。ルナちゃんとっても素敵。ありがとう。知ってる。高い。先輩から高いラの音よくハマるねって褒められました。先生ありがとう。先輩ありがとう。そう、ちょっと嬉しい。私の顔がとっても楽しそうって言われてる。あ、いいことじゃないですか。ね。ちょっとね、ちょっと顔怖いな。ニコニコ。職人がある。職人がある。わかる。せっかくラブズジョイだから。あ、そうね。次ラブズジョイですから。ジョイ。ジョイしましょうか。ジョイ。ちょっとテンポテンポがね。動きます。はい。ごめんね。あ、切っちゃった。
大丈夫大丈夫リクエストだとそうなんですしたんですほんま頑張れってあ嬉しいありがとう友達とズームしながら見てます嬉しい、嬉しいありがとうございますそういう楽しみ方が好きなだからめちゃくちゃ嬉しいさらいなが見てるおっさんがいるよ本当だありがとう、そう今回すごいあのマイクとか音響でやってくださっているからでもしイヤホンとかなんだろうスピーカーとかあればそうしていただけるとめっちゃいい音質で聞いていただけると思います嬉しい嬉しいありがとうみんながパチパチしてくれるのかありがとうこんにちはの会交流の交流のありがとうございます優しい世界優しい世界本当に優しい世界だね温かい世界で最近あれですよねあのコロナがね、うん、あのまあちょっと最近も増えてしまったんですけど、うんなんとディズニーが最近ね再開しましたねユニバーサルもね早めに再開してたけどねあ愛の喜びあれ OK そうねなんか嬉しいよね夢の国がねついに本当にね遊びに行きたいよ ね, ね, ね 夢の国で夢とかあるの夢の国で夢どういうことつながりで夢とか例えばみたいなメルヘンなどうしたいってことメルヘンなメルヘンそれはやっぱ王子様にやっぱエスコートしていただくのがやばい夢ですかねあれいつかいつかねいつかねいつかいつかねやっぱりね来るかな王子様王子様いつか来てくれる来てくれると思います期待して待ってみましょうかじゃさあThank you.
こんなおしゃれなアナ雪初めてとか、まずあれだよね、アカペラだととか、あとね、塩かいっていう、よかったね、塩かいよかった、ね、そう、りさちゃん聞いてるよとか、ありがとう、スピーカーで聞いただいてる方もいる、あと広島からね、家族で見てるって、出身がね、広島だから、広島です、頑張れって、あ、いいね、歌ってる、新鮮。そうね、鳥肌が止まらないとか、すごいえみたいな、いっぱいある。普段のコンサートと違ってオンラインならではでいいねって、ま、歌も聴けるの素敵とか。ヘッドホンつけたら耳に微声響き渡りすぎたって、サーシ、歌声すごいねって、惚れ直したって、ね、坂田のおっちゃん塾の時にね、小沢塾みんなで受けてたんですけど、おいおいですね、休憩中にしましょう。そうだね、次の曲の方に移ってもよろしいですか。はい、次もアンケートの曲、お待ちかねのジブリの曲のジブリタイムです。ジブリタイムです、ジブリタイム。さて選ばれたのは、ハウルの動く城より、世界の約束、人生のメリーゴーランドになりました。これ結構大突だね、うんうん、みんな好き。他のはね、結構接戦だった。そう、接戦だった、本当に大丈夫かなね、なってたんだけど、そう、断トツでした。いい
だってかっこいいからそれはだって、うん、心の中にキムタクをソフィーになっちゃういいかな、行ってみようか。テレビで見てる方がいる。この大画面に耐えられるでしょうか。すごい。あと待ってましたとか真剣に見てるよとか。ありがとうございます。ありがとうございます。早く直接聞けるようになりたいって。ああね、いつか。ね、パチパチパチってすごい来ていただいて。嬉しい。嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。イエーイ。ちょっと汗ばんできた。汗ばんできた。ありがとうございます。嬉しいね。さて最後の曲は前半ね。前半ね。前半ね。早いですね。早いね。はい。チャイコフスキーのアンダンテカンタで、ごめんなさい、食っちゃった。これね、カルテット。弦楽四重奏の1番だっけ、うん、の弦楽章なんだっけ、
ごくね音程が難しいですよね。大丈夫大丈夫。できるか。綺麗な曲。綺麗な曲。調弦します。
ということで前半の曲目は終わりまして、一度換気タイムを挟みたいと思いたいと思います。思いたいと思います。まあいいだろう、うん、いいだろう、いいだろう。第2部は8時から始めさせていただくので、はい、それまでちょっとその間私たち2人交代で、お話タイムをしたいと思っております。ぜひそのままでお待ち。あ、こっちだ。ぜひこのそうなので残った2人がねコメント見ながらおしゃべりタイムをします。そうしましょう。じゃあ外星は消えてもいいですか。では、いってらっしゃい。ちょっとね、楽器置いておか、換気をしましょう。コメント見ましょう。アヒロちゃんお願いしてもいい？いいよ。はい、ありがとう。休憩中か。あっ、もう可愛くない？すごい。ルナちゃんの枠よ、美しき。換気中です。こういうセンスないから。すごい、たくさん拍手を。すごい。後でね、全部コメント見させていただくから、いっぱい残しておいてくれたら嬉しいです。嬉しいです。ありがとう。あー、嬉しい。いっぱい。あー、すごい。パチ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 。今148人も続いて続いてるって。なんということでしょう。なんということでしょう。なんだっけそれ。なんだっけ、忘れちゃった。なんということでしょう。ビフォーアフター。ちょっと2人がいない間に何かお話しようかなと思うんですけど、そう、カシアの馴れ初め、なんていうんだろう、出会いを話してなかったなと思って、ちょっとねお話ししたいなと思うんですけど、プロフィールにあのみんな書いてるんですけど、小沢征爾音楽塾のオペラプロジェクトで、カルメンをした年、もう何年、2年前、もう去年か。まだで去年でした。去年、みんな参加してって、 それで1ヶ月ぐらいもずっと集中してオペラ一つの作品を学ぶ、素晴らしいね、大変勉強になるプロジェクトなんだけど、それに参加させていただいて、それでミニコンサートの機会があったんですよ。美術館、京都の美術館でミニコンサートやった時に4人で一緒に弾く、弾いたんです。そうなんです。そう、それがきっかけで、それがきっかけですね、出会いは、出会いがそんな感じです。懐かしい。そう、学校はみんなわりかしバラバラで、確かわりかしわりかし、そう、1個だけね、私とファーストの周回さんだけ東方で被ってるんだけど、彼女は芸大で卒業して、チェロのまひろちゃんは愛知県芸、そう、名古屋出身なんで ね、そう、みんなバラバラなんだけど、そうやってオペラのアカデミーを通じ、通して、通してと通じて混ざった、わかるよ、通して通じて出会いました、そう、コメントそうだった、膝ポキってなっちゃった。すごい綺麗な曲でしたって。なんかさ、質問とかおしゃべりしてほしいことがあったらコメントしていただけると、多分私もね聞きたいことが、そう、おしゃべりする内容もね、そうだね、マックさ、わかんないんだよね。え、でも合ってるよ。合ってる、そう、あのね、 Windows ユーザー。あ、そう、それでカシアっていう名前をね、言わないとなんでカシアなのかと。 それがね、そのカルメンが題材だったので、オペラがなので、ちょっとカルメンが、違う、カルメンのことが大好きになってしまった、惚れちゃった、ドホセさん、ドホセっていう男性がいるんですよ、けどその男性に向かってカルメンがこうシュッて投げた、バラじゃない、そう、お花をパッて投げつけるシーンがあるんですね。で、そのドン・ホセはもうずっとカルメンのことが心から離れないから、ずっとそのお花を大事に持ってるんですけど、そのキーポイントとなるお花なんだよね。そう、その名前がカシアというので、みんなが出会った舞台がカルメンだからそこからいただきました。カシアはね、黄色いお花なんですけど、素敵な、そう、なんかね、絵文字とかがね、黄色いお花の絵文字があるある、ひまわりとかしかなくてあんまりちょっと違うから、ちょっとバラがね、どうしてもカルメンって赤いイメージあるじゃん、
あのハバネラとかのシーンがやっぱり赤のドレスかっこいいからって言って赤のバラをいっぱいね使ってたんだけどね、うん、使ってそう、ビゼのカルメンっていうオペラです。コメントありがとうございます。そう、小沢カルメンファミリー、小沢カルメン名乗っていいのか、いやいや、恥ずかしながら楽しかったよね、うん、ロビコンサートをみんなでした時もすごい楽しかったし、それこそ学校がバラバラだったので、なんかそうやってこう全国から同じ目的を持っていろんなものに向かってみんなで勉強していく過程でこう素敵なメンバーと出会えたので本当に嬉しかったなって思いました。素晴らしいコメントいただきましたありがとうございます。そうね、そうだね、でもまさかこうやってあの小沢塾が終わった後、うん、みんなでまた集まって企画をできるなんて、ね、なんかまた弾きたいねっていう、うんうん、そのミニコンサートがあの時間が限られてる関係でそのカルデットの曲全部は弾くことができなくて、うんうん、抜粋で1曲だけやったので、まあ、全部弾きたいねって言いつつそう、そのままちょっと離れ離れになってたんだけど、そうなんです。そのロビコンサートで弾いた曲は後々2部の最後に、一番最後の曲、メインのプログラムでプロコフィエフのカルテットなんだけどね、ぜひ面白い曲だよ ね面白い曲だよね、本当になんかクラシックってつまんないとかさ、余計な偏見とか、まあ、植え付けられたイメージもあるかもしれないんだけど、そういうのを全部払拭してくれるような、うんうん、とっても楽しい曲で、面白い、配信で演奏してもね面白さが伝わると思ったから、うんうん、この曲演奏したいなと思ってたんです。選んだんだよ ね場面がさ、いろいろ、そうだね、いろんな場面があるじゃん、なんかうんみたいなうんっていうの、あれ民謡がね、そう、入ってるから、ロシアの民謡が元で作られてるから、うん、ちゃんとクラシック本当のクラシックなんだけど、うん、すごい今ね聞いても全然、うんうんうん、本当に楽しい曲なので、新しいサウンドで楽しいです。ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。これ読んでいいのかな、あ、読んでいいと思う、うん、ちょっと餃子の話は置いとこ、そう、バラじゃなかったの、カシアの花なんです。カシアね、そうチックコリアのスペインって知ってる？何それ、曲、チック・コリアっていうアーティストさんも知ってるんだけど、うんうん、その曲ね、うん、スペイン聞きたいです勉強になりました、うん、今後配信じゃなくコンサートやる予定はありますか？ズバリズバリあります、あります。ただこれは言っていいんだよね、うん、プロフィールに書いてた、うんうん、そう、メンバーが留学を、あ、私がもう留学が決まったのとってもおめでとう、ありがとうございます無事できると ねいいねっていうことなんだけど、そう、留学が決まっているので、その継続的な活動とかはちょっと厳しいんだけど、集まってその、うん、本当はコロナの影響がなかったらこの日にこのコンサートの場所で普通の演奏会を開く予定だったんですけど、うん、それができなくなって、でもなんかしたいって言ってこれね、うん、企画したので、うん、それの予定してたプログラムのまま延期して、日程は未定なんですけど絶対やります、絶対やります、聞きに来てください、はい、その時はね一応クラシックの純粋なプログラムなんだけど、だ、ね、また面白い曲やる予定なんだよね、ちょっと今ねネタバレになっちゃうんだけどめちゃくちゃ面白い曲やるから、めちゃくちゃ面白いと思う。ああ塩貝先生、まだ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 、私たちの休憩の時間もちょうだいねやってまいりました。はい、じゃあちょっとバトンタッチしていい、カシアの出会いと、うん、あとね、名前の由来と延期のコンサート、コンサートの話をしました。何が C だったんだい、延期後のプログラムの内容、そう、どんなプログラムやるかっていうのはお楽しみってことでした。そうだね、それはちょっと、じゃあちょっと私たちは急いで休憩してくるね、じゃあ一人で喋ります、ではでは、ください。そう、一人でね、喋るって言っても何もないからな。さっきお話ししてたのは、質問ありますかって聞いてみようかって話してて、一人だそう、何か質問があったらコメントに書いていただければ答えるつもりです。うん、意外とね、やっぱリハーサルからずっと弾いてたんですけど、本番ってなるとやっぱり緊張しちゃうからか、
すぐ疲れてきちゃって、まだね本番慣れしてないなっていう感じがします。 ありがとうございます。あ、ななみちゃん、ななみちゃんです。あんにょはせよ。世の中が落ち着いてコンサートが開催できる日が来ましたら、ぜひ生で聞きたいです。あ、塩貝さんの今回弾くやつでお気に入りの曲は何ですか。お気に入りの曲か、この後にリュを弾くんですけど、それの曲が、大好きなバイオリニストのジャニーヌ・ヤンセンが弾いてる動画を見て、あ、これ超かっこいいって思ったら、私がよく見ている編曲とか作曲をしているバイオリンとピアノ の方がグループがいまして、イグデスマンとジューさんっていうなんですけど、その人たちの曲で、あ、楽譜あると思ってポチッつって、みんなでやろうつってやってたんで、ちょっとドゥをちょっと楽しみ。あとはその最初に弾いたマチルダとかサティスファクション、次に弾くやつも好きです。マヒニャン、弾いてる時ってどんな感覚なんですか。弾いてる時ですか。弾いてる時って何考えてる。次はこうやって弾こうとか、ここ、一緒とか。ああ、そう、割とそういう感じだね。なんか次の和音どう、どうやって弾こうみたいな。あとなんか誰かがちょっと面白いことしたら、やるじゃん。やるじゃん。あれ。この子はね、すぐね、見てくれる。おって、そう、見てくれる。やるね、よく。そう。嬉しい。腕に忍者ついてるって。多分これのことだと思う。これですかね。これは私は大学によく来てたんですけど、大学の先輩とかによくこれちぎったのってすごいいじられた服なの。あんま着てなかったんですよ、その後ね。ちぎったとか言われたから。ちぎったそう、いじられるのもういいと思って。でもすごいおしゃれだから。そう、今日はみんな白と黒の基調の、基調っていうの、基本の白と黒、分かる、いけるけど、選んだね。そうそう、だから白白と黒黒はとか言ったんですけど、白白だとノンスタイルの石田さんになっちゃうからやめようってなってやめたんです。ちょっと押してたんですけど。それ思ってるの塩貝だけだと。割と石田ファッション押してたんだけど。そうね、そうね、確かに。あ、でもすごい、もう本当たくさん見ていただいてありがとうございます。チェロのピチカートが、ピチカート最高、ありがとうございます。フィドルは好きです。ピチカートよかったよって。うん、すごい、真宙タイムだもん。真宙タイム、ありがとうございます。今が真宙ちゃんの顔。嬉しいね。今皆さんはあれですかね。ご飯とかお風呂の時間、それかお仕事終わってとかの方が多いのかな。今日金曜日ですもんね。花金？マダ金？マダ金だね。マダ金？マダ金？これから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 金？初めて聞いた、これから金っていう。私も今初めて。それぞれのパートの役割で意識していることは何です。この人すごいなんか怖いな。まあ知り合いなんで。まあ 知り合いだね、知り合いなんで。それぞれのパートの、意識していることは何ですか。意識していることは何だろう。まああれだよね。仲良し、仲良し。頑張れみたいな。頑張ろう、頑張ろうみたいな。でもセカンドがね、今回ね、結構あれだったんで。楽譜がさ、黒いのよ。そう、ルナちゃんがだからね、黒なんですね、今回。普通、カルテットって、ファーストの方が、なんかページ多い、めくり多いなのに、今回セカンドがページ多い、めくり多いだから、チラって見たときに、うわ、ごめん。ごめん、休みめっちゃある、みたいな。そう、大変だった。そんな感じなんだよね、結構ね。そうだね。じゃあまた後半を始めるので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。嬉しい。今133人もいるわ。すごいすごい、たくさん見てくださってるわ、本当に。そう、このホールの定員が頑張っても100人入らないくらいだったから、そうそうそう、ちょっと目標としてね、それぐらいの人数は行きたいなって思ってたので、ちょっと本当に嬉しいです。投げ銭のことって、そうだ、投げ銭のお話を、もう一回投げ銭のお話をちょっとしようかな。もう一回？よいしょよいしょだね。
あー、わかった。あ1じゃなかった。投げ銭っていうシステムを今回入れさせていただいてて、まあね、今回もあの皆さんに聞いていただきたいということで、あの YouTube ライブしてるので、あの無理にとは言わないんですけれども、本当にあのお気持ちだけ、あの下の概要欄のところに URL がありますので、あのよければいいなと思ったらちょっと待って、応援いただけたら、そう嬉しいです、うん、そう、お酒飲んだりはしない、そんなことはしません。プリではなく、プリではなく、本当に応援にしません。この今回の費用に当てさせていただきたいと思います。もしよかったらいいなと思ったら、ということで、じゃあ後半始めていいですか。イエーイ、イエーイ、表現しましょうね。はい、はい、
さて分かった、来ましたよついに先にコメント読もうか。そうだね、迫力すごいです。あ、嬉しい。さして、さして、音大生用語なんですけど、素晴らしいっていうのが早く言い過ぎてさーしってなってさーしってなったんですよ。だからさーしっていうのは素晴らしいって意味なんで、よく私たちは使います。うん、あ、みんなパチパチありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。そうなんです、パチャがね、登録者が結構ないとできないのと、もともと動画を結構上げてないと使えちゃうよね。そう、初めて作ったからなくて、そう大変なのよね。大変なの、ね、では次はデュオコーナーになります。私たち先に2人で演奏しようと思うんですけど、ちょっとお食事中の方は、この1曲目の曲について5秒、私がどうぞってやるまで一回ミュートにしてください。いきます。この曲ってあのゴキブリって意味なんですね。だから本当にちょっと大丈夫です。触れてはいけないあのあれなので、あいつ、あいつね、そう、あの名前がちょっと言いたくないよね。人間の敵だからね。そう、若干ボルデモート感があるちょっとね、不死身だからね。そう、何回やっても彼ら目線の曲なので、決して人間目線ではなく彼ら目線なので、ちょっと思い浮かべたくないけど、あーって思いながら聴いていただくとちょっといいかもしれないです。楽しんでください。じゃあ参りたいと思います。あれあれ、どこ行っちゃったんだろう。あれ消えた。まあいっか、始めます。
私初めて聞いたとき人間目線の曲かと思った人間が熱い出してるのってすんごい苦手なんですよ。もう出たら泣いて親とか友達に電話するぐらい嫌いなんでそっち目線の、ね、曲かと思った。苦手ですね。ご本人目線の曲だったか、なかなかね。そう、私たちの番です。私たちの番です。あ、コメント見た方がいいのかな。 ねみんなサーシ、もうね、拍手サーシ、すごい嬉しいですね。何、あ、うん、OK、 すごいですね。パチ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 いっぱい来てますね。ありがとうございます。皆さんコメント、リンク貼ってるからね、概要欄見てください。次に演奏する曲はですね、ピアソラという方の作曲で、日本語で92番通り。ラカッレがスペイン語で、これがストリートっていう意味なんで、そうそう、両方ともね、スペイン由来のね、曲が両方ともスペイン語のタイトルなんですけど、そうビオラとチェロの曲ってなかなかなくって、めっちゃ探して、そしたら YouTube にあったので、これが弾きたいって探したんですけど、楽譜が、楽譜を探したんですけどなくって、でそれで私の高校のお友達の石黒和正くんという子が、私のこのわがままなお願いをすんなり受け入れてくれて、バーッと書いてくださって、今日その譜面で演奏させて、聞くことになりました。本当にありがとうございます。お会いしたことないんだけどね。ということでね、楽しんでいってください。嬉しいです。はい、
パチ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 パあ、石黒さんがチャンネルに来てくださった、ありがとうございます。ありがとうございます。石黒ちゃんありがとう。ました。また弾きたいですね。ぜひぜひぜひ。あ、めくっちゃダメだ、うん、そうだ、次リクエスト。そう、新鮮な組み合わせだねとか、リサちゃんめっちゃかっこいい、ありがとうございます。さーしってすごい来てくださって、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。じゃあでは次のね、曲に行きますかね。行きましょう。あ、このリクエスト結果、映画音楽部門でるる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 る、どんどん雨に歌えばになりました。嬉しい。うん、そう、リクエスト最後雨に歌えばになりました。私大好きすぎて編曲させていただきました。そう、選ばれた時にうわっってなりました。嬉しかった。ムーンリバーとね、大接戦だったんだよ。大接戦だったね。良い曲だ。うん、ではでは、ではでは、シンゲンザレイン。ルンルンしちゃってる。先ほど私とリサちゃんが休憩の時に話してたんですけど、あの小沢塾のロビーコンサートで弾いた楽章です。何が初めて一緒に弾いた曲だね。そうだね、懐かしい。懐かしいね。ねえ、そうだね、2年経ってないんだよ。あ、本当？1年数ヶ月前、3、4ヶ月前、ね、そっか、だいぶ昔に感じられる。ねえ、うん、いろいろあったからね。いろいろあったね。ダメだったね。若干ね、いろいろ出てくるね。そう、最後の曲でこれはクラシックなんだけど面白い曲だよって話もさっきのちゃんと、うん、あ、本当、トークバッチリですよ。そう、楽しんでいただけた。そう、なんかいろんな情景を思い浮かべて聴いてほしいかもしれない。こういうシーンみたいだなとか、うん、そうね、確かに。ぜひ。いっぱい変なこと書いてる。変なこと。例えば、ちょっと一個教えて。工場。工場。工場。あ、工場。工場。カンパニーの方ですか？あ、うん、あ、うん。カンパニーの機械の工場。ゴゴ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 ゴ
あでもそういう時ちょっとあるかもしれない、うん、あちょっと探してみて、うん、確かに、ね、探してみてください。皆さんの思い思いのイメージをコメントで残してください、うん、確かに後で全部見ますのでコメント ね、お願いします。では最後の曲お聴きください。Thank you.
とかそういう声聞こえないかな聞こえないかなアコールって書いてないコメントたくさんなんか見えるわいっぱいコメント来てるアコールって今念じてる、ね、送ってるのねみんなで送ろうか念じてあパチパチ通じたパチパチに来始めたよあ、ほんと拍手いっぱい来たありがとうございますね。もう本当に7時からねやってたの。ね、うん。見てたらあっという間なんだけどね。本当に。あっという間だけど。アンコールってみんな書いてくれて。嬉しい。ありがとうございます。まだ聞きたいですっていう声がたくさん聞こえるので。聞こえる。聞こえるので、アンコールはね勝手に用意していたいです。させてください。アンコールは。あ、ないで、ないで、はい、アンコールだからね、アンコールだからね。準備したね、はい、そう、準備したらアンコールの曲は何ですか？何ですか？花は咲く。歌ってくれてありがとう。メカジの気持ちを込めて、うん、本当に。花は咲くを意味で演奏したいと思います。本日はありがとうご来場ありがとうございました。Thank you.
本当にありがとうございました。ありがとうございました。喋るこっちゃった。終わっちゃったね。アーカイブの話をする？アーカイブをこのライブ配信、したいと思っております。まだちょっと、確実ではなくて、ちょっと時間がかかるかもしれませんが、アーカイブ残せたら、Twitter、Facebook の方で、発信していきたいと思っておりますので、ぜひその際はまたこれを見て楽しんでいただけたらと思います。多分期間限定ですね、うん、ちょっとまたそれもお知らせしたいと。Twitter とか Facebook のページでそのことをお知らせするので、よろしくお願いします。もう一回見てもらえるしね、そしたら、うんうんうん、他とかシェアとかもね、あ、ぜひシェアしていただけたらお願いいたします。パチパチパチと、あ、パチパチ、ありがとうございます。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 早く皆さんとね、会場でね、うん、お会いしたい、ロビーとかでありがとうございますしたいんだけど、直接会えないのがね。でも今回ね、このような形をみんなで撮りましたけど、でもこうやって皆さんと同じ時間を共有できたのがすごく嬉しかったので、本当にありがとうございました。ありがとうございました。またそうですね、お会いできる日を待ちしています。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー、バイバイ